武田さんと最近声優仕事してます？してますよ。昨日も3本やってきました。そう、スタジオ。スタジオで朝からガイガイやって、アニメやって、夜ナレーションやって。あ、ナレーションも。だからそれもあって、もう叫びのシーンが結構あったりしたんで。ああ、それちょっと今日声枯れてるんですか？それでちょっと腰、まあ声はそんな、もともと枯れてるんですけど。こんにちは。あ、いらっしゃいませ。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 どうぞ。ありがとうございます。どうぞどうぞ、お座りになってください。はい、高橋名人、お久しぶりでございます。どうも、お久しぶりでございます。お久しぶりでございます。はじめまして、高橋です。はじめまして、高橋です。久しぶりでございます。もう名人はもうマスク取ってる。あ、はい。わかりました。原田のバーは、乾杯をもっと美味しく、札幌ビールの提供でお送りします。というわけで、高橋名人、本当に今日はようこそいらっしゃいました。よろしくお願いします。お願いします。本当に。ちょっとめっちゃ緊張するんですけど。俺もですよ。らしくないよね。いやそれ毎回言われるんですけど、まず飲み物。あ、はい。はい、乾杯、はい、乾杯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 。黒ラベルでしょ、はい。黒ラベルでじゃあ。はい、はい、お願いします。いきます。はい。じゃあ、原田さんは継ぐんですか？そうなんです。僕、前回めっちゃ失敗したんですけど、ああ今回うまくいくかな。黒ラベルの生なんですね。生でここ、ね、いきます。いやー、はい、うまそうだ、そりゃ。こう、札幌本社のお膝元なので、はい、やっぱり泡が多かったですね。これどうやったらうまくなるのかな？なんでだろうな。これなんか仕込んでるんじゃないの、俺が毎回ミスるように。いや、いいんです。なんかうまくいかない、なんかうまくいかないんだよな。結局またこれ泡増えたし、うん、本で。それで、まあ、はい。あ、すみません、1回目じゃこれで。はい、わかりました。はい、申し訳ございません。じゃあちょっと、はい。はい、ありがとうございます。じゃあ、原田さんも。じゃあ、僕も。はい、じゃあ、自分、これ自分のだけ綺麗に注ぐところ、またいいじゃない。あれ、ちょっと待って、いいじゃないですか。これ、なんかうまくいってるぞ。うん、まだ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 。はい、ストップ。これで、それで向こうに、こうやるんだよね。はい、ちょっと待って、これ、俺のうまくいっちゃったじゃん。これ、なんかやっぱ仕込んでるんでしょ、これ。これ毎回僕、ゲストに出すとき、ひどいことになるんですよ。本当に？いや、なんでだろうな。そっちうまそうじゃないですか。まあいいや、こっちもいいです。申し訳ございません。それでは、はい、乾杯、いただきます。いただきます。うん、やっぱりうまい。美味しい。美味しいですね。もう、札幌は僕の生まれ故郷ですからね。あ、でもそうですよね。うん、より美味しいですね。かつ、札幌本社のここら辺はお膝元の場所なんで。ああ、そう。恵比寿がありますからね。そうです、そうです。はい。そうなんですよ。僕もすぐ、そこの、まさにあそこの本社のすぐそばに住んでる。あ、そうなんですか。はい、はい。たまたま縁がございまして。はい、はい、はい。そうですよね。あの、名人の、あの、故郷ですもんね。はい。もう子供の時からね、札幌ビール、まあ、いや、俺は飲んでませんけど、はいはい、親父が飲んでましたね。あ、なるほど、なるほど、はい。そうだったんですね。やっぱり北海道出身の人は、あ、ありがとうございます。札幌ビールを頼むんですかね。うん、だと思いますよ。やっぱり黒、ね、札幌って言ったら黒で、まあ、あの、キャッチコピーがこう、何回か変わってるんですけど、でもやっぱりその、香りがまずいいし、ホップの味もちゃんとしてるし、で、まあ、種類いっぱいありますしね、IPA とかと比べると、まあ、IPA って原材料が多いから、それに比べるとやっぱり味は濃くないけど、でも、この味はね、軽く飲めるからいいですよね。ああ、なるほど。名人、お酒相当詳しい？いや、そんなでもないっすよ。いや、そうですか。もうなんか僕、本当前、以前もこう一度番組でご一緒させてもらった時も言いましたけど、うん、あの自分で言うのもおかしいんですけど、僕あんまり、はい、本当緊張あんまりしないんですよ、うん、なんかいろんなことに対して、はいはい、だからそういうちょっとなんかそういう性格というか、うん、で
やっぱこういう仕事やってて、たまたまやっぱり僕結構海外での仕事とかイベントが多いので、結構本当に著名なハリウッドスターというかハリウッド俳優の方々とかとお会いする機会とかも意外とあったりとか、まあ、各界著名人と言われる方に結構お会いさせていただける機会も多いんですけど、思ったより緊張しないなと思ったりとか、まあ、ああいう舞台でこうなんか発表したりとか表彰を受けるっていうのもそんなに本当リハーサル出ないぐらいの人間なんで緊張しないですけど、はい、高橋名人だけは緊張するんですよ。あと徳田楽さんと高橋名人ですよ。この2名ですね。僕が慣れない慣れないですね。あと前ね、バンナムさんの前で会った時、はい、ちょうどお昼時から、はいはい、そうです、そうです、そしたらこうやってあ、おはようございますで、こっちが言うのに、あ、よし、こんにちは。そうそう、横断歩道のど真ん中で。そうそう、そうそう、立ち止まってね。こっちってやるから、周りの人が何が起きてるんだみたいになっちゃって。いや、そうなんですよ。そう、たまたま職場があれですよね。隣近所ですからね。そう、ビールが隣近所で、はい、ランチに出かけると高橋名人が時々歩いてるぞっていうのは結構噂になってて、はい、でね、それを見たバンナムの社員さんが、はい、別なゲームの紹介の時に番組に来て、あ、はいはい、で、その時言ってたのが、うちの原田がああいう姿をするのは初めて見ましたとかって驚いてました。そう、まあ、そう、そう、ある意味失礼な話なんですけど、自分の会社の重役にさえあんな挨拶、はい、そうなんですか、どうすってやるぐらいなんですけど、うん、本当に名人が前から歩いてこられたんでびっくりして。いえいえ、なんかありがたいです。いや、とんでもないですよ、本当に。本当にね、もう子供の頃からの憧れというか、いや、先ほどもこのたこ焼きを作る竹虎とも喋ったんですけど、はい、うん、はい、たまたま竹虎さんも関西ですよね。そうです。で、僕ら2人は関西なんですね。はい、で、もちろん名人を直接お見かけする機会ってあんまり子供の頃なかったんですけど、うん、テレビとか雑誌ばっかりで、はい、で、2人ともたまたま境遇としてこう親からめちゃめちゃゲームを禁止されて、うん、めちゃめちゃ制限されてたんですね。基本的にファミコンも買ってもらえないし、うん、もうまあこっそりゲームセンター行ったり友達ん家で結局遊ぶんですけど、うん、まあ捕まり PTA とかに捕まりながらみたいな生活をしてる、うん、環境で2人とも育って、やっぱその中からするともうちょうどああいう PTA とか親とかとの間にこう挟まってというか、うん、ゲーム業界とかゲーム好き代表で戦ってくれたのが高橋名人って僕らのイメージなんですよ。だから本当ヒーローなんです。ありがとうございます。もう今でもヒーローです、うん、本当に。っていうか戦うっていうか、まあ、僕はもともと入ったのがハドソンで、はい、本当はコンピューターのソフトウェアを作る会社だったじゃないですか。で、たまたまそこでヒューベーシックがファミリーベーシックで作って、はい、あれからファミコンに入ったんですけど、やっぱりゲーム業界っていうかね、おもちゃの業界でも入ったからにはやっぱり成功したいですからね、はい、で、それまでのやっぱりアーケードゲームって親の敵だったじゃないですか、はい、いやもう社会の敵でしたよ、ね、そうそうそう、そう、いや本当に、はい、だからそういう中に子供用のね、コンシューマーのファミコンが出てきて、はい、で、お母さん方がこれ反対だったら絶対売れないわけですよ。そうです、そうです。うん、だからここは味方にしなきゃいけないから。なるほど。そうですね。家庭の財布の紐を握ってるわけですからね、親がもう。もう今だったら財務省ね。はいはい。アントージュスさんの大蔵省ね。大蔵省。うん。だからもうこれはね、お母さん方を味方につけるにはどうすればいいかと。はい。まあ、それが出てきたのがゲームは1日1時間でもあるんですけどね。はいはい。うん。で、結局、敵じゃないんだよと。楽しいんだから、子供がこれに飢えてっていうか遊んで当たり前なんだから、うん、そこはちょっと認めてくださいよ。その代わり1時間でやめるようにみんなでこう持っていきましょう。標語としてですよね。うん、あれうちはゲームは1日1時間っていうのを聞いてですね、はい、今でも覚えてます。親にすごいこと言われて、うん、いや、これ名人も言ってるじゃないと、うん、あれ確かテレビ CM でも出てきて言ってましたよね。ゲームは1日1時間って、はい、テレビで出てくるわけじゃないですか。ほら名人も言ってるじゃんと、うん、1時間だったらいいんだからゲームやりたいし、うん、買ってほしいって言ったんですけど、うちの親が名人はね、上手だから1時間で済んでるのと
あんたいつまでもずっとやるでしょって。ああいう上手い人は1時間で済んでるから1時間って言ってるだけだから、うん、はい、子供がやったらその何倍も何倍もかかるからダメって言われて、うち30分しか話してくれなかった。マスターお話のいいところですけど、はい、じゃあ特製エビマヨですね、はい、このバー特製のものが、ね、はい、これちょっとエビマヨがなかなか仕上げを、あ、まず、あ、そうだ、つけてですね、思いっきり絡めていく、もう手順も緊張して忘れちゃう。はい、じゃあこちらが特製エビマヨになります。あ、どうぞ、はい、お召し上がりになってください。どうぞ。美味しそうじゃないですか。はい、ありがとうございます。これまずたこ焼きの前にこちら、はい、はい、ありがとうございます。じゃあぜひ、はい、エビマヨの方で召し上がっていただいて、はい、じゃあいただきます。いやうん、あ、美味しいですね。あ、よかった。ね、あ、よかったです。よかったです。なんだろう、マヨネーズに入ってるのが、うん、味が深いな。やった。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、あの、本当しくじり先生とか含めずっとこう、あ、なんかね、竹田さんも今日本も、はい、本持ってましたね。本持ってました。こういう本もそうですし。買ってますよ、もちろん。結構追っかけてるんで、僕らは。本当ですか。もうちゃんと買ってますよ。はい、これはもう3回ぐらい経験したんですけど、レンタルビデオで、やっぱり会員とかなってるわけじゃないですか。はいはい。で、いわゆる当時の、いわゆるその、うん、ビデオみたいなものを借りていった時に、ある時店員さんに、原田さんって言われたんですよ、うん、でその人はザ・プレイステーションって雑誌を見ていて、はい、僕のことが分かったみたいで、あ、どうもどうもってやったんですけど、もう借りれないじゃないですか、僕地元のレンタル屋なのに。だって履歴あれ全部残ってるっていうじゃないですか。そうですね、あ、借りたらね、これ、うん、俺僕の性癖が全部バレてしまうと。なんかもう借りれないと思って、うん、もうそれからそのレンタル屋でそういう、もう意識の高いビデオを借りるみたいな、はいはいはい。そういう風になっちゃったんで、ある意味、いやー、これ僕別に有名になることとかそういうメディアに出ることが本来のその仕事ではなくて、うん、それは何て言うんですか、そのプロモーション的にそうしているだけであって、だからこれで自分の自由が減るのは不自由だなってすごい思ったことがあったんですね。まあ今はそんな別に思わないんですけど、うん、名人なんか、いわゆるそのゲーム業界 の, その一番最初の先駆けでそうなっちゃった方なわけじゃないですか。うん、そうですね、そのどういう、なんていうんですか、そういう、どういう、こう障害があったかったらおかしいですけど、あ、難しいことがいっぱいあったんじゃないかなと思うんですけど。うん、そうね、そういう面じゃね、禁止令が 2,3 個やっぱり会社から出ましたね。あ、うん、で、これはね、コロコロさんと、まあ僕当時コロコロさん出てたからメインで、はい、で、もう番組もそうなんだけど、会社からもね、子供相手の商売をして、うん、そこの顔になってるんだから、子供相手にどうのこうのじゃないんだと。ほうほうほう。で、子供を育ててるのはやっぱり母親だから、そうですね、親ですね。母親が拒否をするようなことはやっちゃいけないと。なるほど。例えばだからピンク系の店に行くとかというのは、はい、うん、お母さんとしては、うん、えっと言うよね、言いますね、それはわかるよね、ええ、でファミコンの高橋名人って言われてるのが、うん、そっちに行ってるったらお前はどうすると、うん、お母さんに言われるだろう、そういう人のやってるさおもちゃってどうなのって言われたらそれで終わっちゃうよねと、ええ、うん、だからそういうところはやっぱり行っちゃいけない、いけない、はい、うん、で当時歌舞伎町ってコロコロさんと飲みに行くと大体歌舞伎町だったんです、はいはい、ピンクだらけです。いや、そうだけどジャンプが六本木で、あ、講談社さんが池袋だったのね。なるほど、そういう、こう、で、コロコロの編集部が行ってた飲み、スナックが歌舞伎町だったんですよ、はいはい、でだから途中に看板があるから、はい、できればその道のど真ん中を歩いて、はい、で、できるなら両脇に別なスタッフを一緒に。なるほど。
だから写真を撮られても、撮られてもピンクの看板と僕との間には誰かが必ずいるとか、なるほど。もう近くで映るようなことは絶対あっちゃいけない。その店から出たかのような撮られ方をするなと。ありえない。そういう感じで言われたりとかね。で、あとはなんだろうな、事故って怪我したら、お前の代わりはいないんだからバイク禁止なとか。ああ、なるほど、うん。そういうのはよく言われましたね。でもそれ変な話だって、それに対しての手当てがあるわけじゃないじゃないですか、うん、全くないねただただこう自由が減るというか、そうですね、だから自由で、ただね、あの当時何やってたかな、あ、パソコンでね、音楽を打ち込んでましたね、はい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 、楽しみとして、はいはい、あとはレーザーディスクとか映画を見たり、はいはいはい、だからそのピンク系に気持ちがいくことってなかったんで、なるほど、別に不自由だとは思わなかったですね。あ、そうなんですね、うん、だから歌舞伎町を歩く時の歩き方が不自由だなっていうだけで、そういうのを気をつけなきゃいけないわけですね、はいはい、いやそうですか、じゃあんまり感じてらっしゃらなかったですね、その、うん、僕も特にピンク系行くわけでもなかったんですけど、うん、はいはい、うん、けどやっぱり人目を気にしなきゃいけないってことを、うん、まさか自分が考えなきゃいけないとは思ってなかったので、ね、いやでもまだね、東京っていうエリアがねまだ楽だったんですよ。あ、もうやっぱそれこそ人、そういう、まず人、そう、有名人慣れしてるのもあるし、うん、人、いろんな人がいるからっていうことですか？うん、これ地方っていうかね、地方は大変な、東京以外で街中で見つかったらもう大変ですよ。もうだって泊まってるホテルまで特定される勢いですよね。そうからね、だからね、それがなかったですね、東京は。もうみんなタレントさんとかに慣れてるから。慣れてるから。あ、歩いてたぐらいな感じですよね。なるほど。あ、でも確かに僕も東京住んでますけど、うん、その感覚は特に恵比寿だと。うん、芸能人の方も多いんですけど、まあ、普通にいますからね、はい、うん、僕犬の散歩の途中で普通にご挨拶して、はい、普通に LINE 交換してる方とかもいるんですけど、確かにあんまりわーっとはなんないですね僕、はい、だからそういう意味で言うと高橋名人未だに横断歩道でうわーってなっちゃうぐらいだからやっぱりインパクトが相当あるんですけど、やっぱり、あ、なるほど。なんか次飲み物どうされますか？ここの店にはちょっと合わないけど、ええ、居酒屋といえばやっぱり男梅サワーですかね。男梅サワーで。はい。じゃあ男梅サワー、冷たいのちゃんと。あ、ありがとうございます。ありますんで。はい。これがね、男梅サワーって本当懐かしいんですよね、飲むと。もうやめられなくなっちゃいますよね、これ。あ、本当ですか？はい。僕もこれ好きなんですけど。なんか昔の駄菓子屋で食べた、梅ジャム。わかります。はい。ね、薄いせんべいかなんかに挟んで、すごくわかります。はい、すごくわかります。あれをそのまま食べてるって感じがして、最高ですよ、これ。わかります、それは。すごく。ポロですね。男梅です。男梅サワーです。はい、ありがとうございます。いやー、俺ちょっと小学校の頃の俺に、お前将来高橋名人にお酒継ぐ日が来るよって言いたい。言いたいなぁ。まさかです。想像つかなかったなぁ。集団登校の時代なので、時代とか今もそうなのかわかんないですけど、集団登校、集団下校の時に高橋名人の話ずっとしてましたからね。おいしい。もう、逮捕されたって。聞いて、僕奈良県ですからね、当時奈良県、情報がやっぱりないので、そのね、インターネットもなければあれもないので、うん、逮捕されたらしいみたいな、みんなでね、あれインターネットがない時代に、うん、3週間ぐらいで全国広がって、あれ早かったですよ。で3週間ぐらいでね、ドイツから問い合わせあったんですよ。あ、すごいですね。だから多分2週間ぐらいで、はい、新聞にね、高橋名人逮捕された、甘だれとクエスチョンマークついてて、はい、その記事が出たんで、それの電信が言ってると思うんですよね、はいはい、でそれを見た向こうの子供たちが、ゲーム会社にその問い合わせたんだけど、向こうは俺のこと何も知らないから、はい、なんか高橋名人が逮捕されたとかって来るけど、これ一体何だというような問い合わせがあったっていうので問い合わせがありましたよ、はいはいはい、相当広がってたんですね。もう本当、もうめちゃくちゃ怒られましたからね、俺。
え、でもだって高島氏が悪いわけではないかったわけですよね。ないんですけど、うちの会社がもうずっとそれでもう電話鳴りっぱなしですよね。鳴りっぱですよ。もう仕事にならないんです。下手したら今だとえらい株価とかに影響するですよね。今だと ね、現代だとね。ね、だからあれはね、ペケペケ氏でイベントやった時に、はい、まあ言っちゃうととりあえずいろいろあるから、はいはい、あの。一日警察署長をしに警察に行くんだよって話をイベントの時に言ったんですよ。ですね、はい、だから子供たち、一日警察署長をしにっていうのを聞いてなくって、はい、聞き忘れかなんかで、警察に行くんだよしか。聞いても分かんないですよね、うん。警察に行くんだよしか覚えてないです。そうですね。これから警察に行くんだよに聞こえたんでしょうね。はい、ね。で、なんで警察に行くんだ。出頭するになっちゃったんです。だから、あの、普通だと何かの犯罪があって逮捕されただから、あの人は何々で逮捕されたんだっていうのが分かるんだけど、はいはいはい、逮捕されてないから罪名が一つもないわけですよ。そうですよね。出ないから。そう、出ないですよね。もうそこはだからもう子供の空想で、はい、もうあの、連写がね、嘘で、はいはい、詐欺で、はい、でしょ？で、連写すんのに、ここに電極を仕込んでて、それが詐欺で。はい、あ、なるほど。あと、ジョイスティックのボタンに連写しやすいようにバネが入ってた。はい、それで詐欺で、はい、あと、なんだっけ、酒飲みすぎて、はい、指が自動的に震えて、それで連射しちゃった。俺が聞いたの、注射打ってるって。うん、そう、それにしちゃ早いな。で、だから、あと薬。はい、それですよ。で、薬だから薬事法違反で逮捕。あと、子供の手、イベントに握って、ボキボキって大体言うんですよ。軟骨が多いから、子供はね。はいはいはい、だから、それで傷害罪で逮捕。あと、子供の親に聞いたら、多分、あ、こういう有名人は脱税だよ、したら脱税で逮捕。幅もう、ね、指先にまつわるものから脱税まで幅が広いですね。だから、そういうの、指先じゃなくて、もう、逮捕につながる罪名だったら何でもついたみたいなね。はいはいはい、もうほんとたまんないですよ。だからね、その後に死亡事件っていう噂も出てたんだけど、そっちはね、すぐ大丈夫だったんですよ。あの、テレビに出たら、生きてるじゃん。生きてるじゃん、ね、うん、それで終わっちゃうんですけど、はい、逮捕はね、未だかつて言うやついますからね。一回逮捕されてますよねって。そう。ああ、なるほど、。奈良県田原本町ではバネ説になっていて、はい、ただみんなで言ってたのがバネバネって伝わってくるんですけど、バネ入れたらむしろ力いるから。うん。いや、それもあるし。連射落ちんじゃないのって。一回ね、あ、それいいかもしれないなと思って、はい、加工して入れてみた。あ、逆に、うん。そしたらボタン接点がつかなくなって、ね、全然押せなくなっちゃって。遠くなるし、そうそうそう、いいことない、ね、なんでバネってと思ったんですけど。ねえ、だから反発力が強くなるから、それで回数が多くなるんじゃないかと思ったんです。思ったんですかね、うん。戻すのは自分の力じゃないんですか。そう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 。なるほど、そうなん。いやー、でも逮捕事件はね、まだ言われますね。あ、まだ言われますか。本当にもう逮捕されない方がいいよ本当に。いや